ははいこんにちはレクセン日光の矢島です、えー、本日はですね私の方であの制作している講座のねご案内になりますのでまあ興味のある方ねあのこちらの方あのご覧いただければというふうに思いますねであのまあレジュメをあの用意してましてであのダウンロードねあのできるようにあのしてもらうんですけれどもまあダウンロードできない方のためにねちょっと画面の方に、えー、そちらレジュメをね映したいと思いますね、えー、でまずねこれ今回私のこの講座ね2023年合格目標という形でねまあ、令和5年度の試験の合格をね目指している方のための、ね、講座になりますね。 試試験験と予備試験になりますねで、えー、と1個目のブロックのところなんですけどもこれ毎年法律の改正とかあと判例ですね、まあ、そういうところはあのしっかりこう対応してますので、まあ、あの何か、ね、こう新しい情報を、ね、どんどん,どん,どんこう取り入れたいという方でも、ね、あの安心してこちらの講座を受講していただくことが可能ですね。あと、えー、今度、ね、令和5年から、ねまあ、2023年の令和5年から、まあ、試験のこう時期が、ね、ちょっとこう2か月繰り下がって司法試験も予備試験も今まで5月スタートだったものが、まあ、7月スタートだったの となるんですけど、まあ、それでそのいつもですね私、その試験の日に合わせてね一番こう皆さん、受験生の方がこうがピークを迎えられるような形でまあ講座のスケジュール組んでるんですけど、まあそこで今度の2023年まあ合格目標のね今ご案内している講座に関してはまああの試験が始まる7月にですねそのピークを迎えられるような形でちょっとこうスケジュールをね日程、組んでますのであのちょっとそこがちょっと例年ね、ねあの昨年のところとまあ違うところになりますね。そのちょっと時期が 違うといで、えー、そこはじゃあちょっとね、えー、いいとして、えー、2個目のブロックのところなんですけどまずね合格に必要な能力を身につけるための,あの4つの講座ってことでこれはあの要はね何か何をやったらいいかこうね受験勉強しなければいけないっていうのは分かってるんだけど何をやったらいいのかっていうのが、まあ、分かんないっていう方に向けてとりあえずこうねあのいろいろこう迷ってる時間ってもったいないので、まあ、とにかく勉強を始めた方がいいわけですよね。でまあそういう方に向けてまずこ,うこのね4つの講座をあの受講していけば合格に必要なあそのね担当とか論文試験もまあ含めて えそのね合格に必要なその素養が身につけられますよっていうようなものをあのこう用意してましてねでそれがね四つの講座になりますねでその4つの講座はちょっと概要を説明しましてえでそこで1回この概要って形でまあ終わりにした後にその各講座1個1個ねあのちょっと丁寧な話を聞きたいっていう方はそちらの方はあの youtube のところでこう一応なんか目次みたいな頭出しみたいのがこうできるような感じになってると思うので自分の興味のある講座のところをまあ見ていただければというふうに思いますねちょっとこう全体だとねあの時間長くなっちゃうと思うので皆さんお忙しいでしょうからねあの全部話聞いてると大変でしょうからまあ,あのこの概要のところねちょっとさらっと話しますのでまあその後はあの興味がある講座のところをこうねクリックして見ていただければというふうに思いますね、えー、では、えー、まずねその概要のところなんですけれども2つ目のブロックで まあどの講座ね、受講すればよいか迷っている方は次の4つの講座あ、ね、これで合格な必要な、ね、知識や法的思考能力が習得できますとで特に1、2が格となるものでねで3、4はまあ短時間で実施する、まあ、直前対策講座ということであの毎年やってるものになりますね。で1のところからですがこれ矢島の即終インプット講座でね、まあ、これ2022年、まあ、令和4年の、ね、5月から。 5月下旬からまあ開講して10月まであのやるんですけど、えー、こちらはね論文試験と担当試験に共通する重要知識、ねえー、これ本質的に理解してまあ習得するための講座になりますで最近の試験も含めて、ね、最近の試験傾向にまあ対応できるように、ね、毎年講座の内容を工夫してますとで基本知識ってまあただ何か知ってればいいっていう話じゃなくてやっぱその自分が受ける、ね、試験にこう対応できるような形、まあ、例えばあの同じ民法でも、ね、あの司法試験予備試験でもちろん出るんですけどそれ以外のまあ世の中いろんな試験国家資格があります けどまあ、結構、民法って何にでも出るわけなんですよね。だけどあの私たちがこうやらなければいけないのは司法試験とか予備試験の,あの質に、ね、対応できるような、まあ、民法なんでなんかこう一見、ね、私、民法を知ってますみたいな感じでも実は本試験に対応できるだけの知識身についてないというあのことも少なくないので、ね、なのでそういうところであの本試験の質に対応できるようなあのインプットをするのがこれがあの矢島のこちら即身インプット講座ということになりますね。そして今度次 ですけれども、えー、丸二のところで矢島の論文完成講座というものですねでこちらは、まあ、試験考査員が受験生に求める答案の書き方ねこれ徹底的にまあ理解してまあ習得するための講座ですと、まあ、これから答案書き方を学ぶ受験生はもちろんね、えー、答案の書き方ある程度まあ知ってるって方でもさらにねこう本試験の問題最近あの司法試験でも予備試験でもね論文試験の問題って結構頭使わせるまあ問題が多いあのよく出るのでね何、えーまあ、か丸暗記してるっていうだけだとねその答案,答案例をなんか丸暗記してるみたいな感じだとなかなかこう対応できるようなあの感じ そこでまああの初めて見る問題でも、ね、本番の試験で初めて見る問題でもこうきちんと、ね、対応できるような、まあ、真の、ね、法的思考能力をこの試験交際に、まあえーこうね、評価される高評価を受けられるような、まあ、真の、ね、法的思考能力を磨くための講座がこれがあの矢島の論文完成講座ということになりますね。そして今度 えー、3で、ね、こちら矢島のスピードチェック講座ですけれども、これはの年明けの、ね、直前対策講座以下、三マル四は直前対策講座で、まあ、年明けにやるんですけれども、えー、こちら、ね、えー、その前年度の資材傾向を踏まえて、ね、まあ、直前期にここだけは抑えておきたいという、ね、重要度の高い基本知識をまあ短時間で復習して、ねで、試験当日までにその重要知識を、ねえーえー、ちゃんと、ね、記憶に残せるように、ね、するための,あの講座になってますね。まあ、今、の試験講座員が、ね、あの司法試験と予備試験の試験講座員が結構、共通しているところがあ,のありますので、 司法試験と予備試験の直近の試験とかねえそのまあ最近の試験もまあ含めてそのどういうところが出てるのかなって私よく分析してるんですけどまあそういうのを踏まえてね司法試験予備試験でこう出そうなところですねまあそういうところをこう中心にやりつつあとはまあ体系も大事なんでねあその各重要論点の間のところもちゃんとこう埋められるようにね可能限,限りねえその できることをやっってていくための,あの講座になってますね、えー、そして今度、えー、丸4ですけれどもこれ矢島の最新革問ン山手講座ってことでこれあの直前対策用の講座でね、まあ、直近の司法試験の論文過去問を題材にでこれ現在のね試験講座員が受験生に求めるまあ法的思考能力の質ねこれをまあ理解。 していいくととうことです、ねえー、まあ結局ね司法試験でも予備試験でもあの、まあ、求められている能力っていうのはまあ,ある共通しているところがあって、えーまあ、なんか表面的なねなんか丸暗記したことをそのまま答案に丸貼り付けするようなのそういうものではなくてね、まあ、やっぱその問題文の事実関係をねしっかりとこう分析してで、まあ、やっぱりこう対立利益っていうのがこう、ねえー、こう問題文の中にこう入ってるわけなんですけどそこを適切にこう調整する能力があるかどうかっていうのを各科目、まあ、聞いてくるわけですよね。えー、なんででそういったところで、まあ、直近のの問ね特にあの司法試験の の場合ってあの予備試験と比べて出題の趣が丁寧であったりとかあとこう将来の受験生に向けたメッセージっていうコンセプトで採点実感というものを出してるんですけれどもえまあそれをねあの読むとねいいと案悪いと案とかそういうのを具体的に指摘してくれてるのでまあ あのこうね間違った方向にこう行かずにね正しい方向にこう勉強できるのでまあそういう意味ではねこの司法試験の最新の過去問題材にね法的思考能力をまあ磨くっていうのはとてもねあの試験に役に立つのでねそれであのそんな感じのことをやってますねまあ司法試験の受験生にはもちろん予備試験の受験生にもね正しいその法的思考能力を磨くためにね大事なあの講座っていうあの位置づけでね私の方はあのこれ制作してますえあとこれあの山手講座っていう形でまあこれは一応司法試験の山手なんですけどただあのえそのね山手とは言ってもえその特にこうね論文試験の最近 の傾向を見てこう論文試験で特にこう大事そうなところの論点を多角的にまあ深いこう考察ができるようにね真の,あの法的思考能力を磨けるようなあの形で結構深い講義をねや,るやってるんですよね。なのでまああのここで深い思考能力をちゃんとね磨いてもらえるとまあ他の論点のところも自分で多角的にこうね利益考慮するようなえ形で深い考察ができるようになるのでまあそういう形でこう山手考察を私の方で重要視してやっておりますね。これは司法試験の受験生だけじゃなくて予備試験の受験生。 にもねこういったその求められている法的思考能力ってのは一緒ですから、司法試験でも予備試験でもね。だからそういう点ではあのこちらのところを、ね、おすすめしておりますね。というわけで、これ以上、概要になります。じゃあ、えー、とここから先はちょっとあの一つ一つの講座、個別にあの説明になりますので、まあ、興味のある方は、ね、その先あの、えー、頭出しできるようにね、ね YouTube のところで頭出しができるようになっていると思いますので、まあ、興味があるところだけ見ていただければという,ふうに思いますね。さて、えー、では 1>, 丸1からねちょっと丁寧にいきますと、えー、こちらあの矢島の即終インプット講座ですけれどもこれあの必修7科目をですね144時間でまあ講義をまあすると1回のまあ講義時間4時間ですね前年度は126時間であのやってたんですけど、まあ、最近の試験傾向だいぶ深くなってきたのでその最近の試験傾向に十分対応できるだけのまあ講義をねまあ、提供。 しなければいけないなと思ってまあ、それでちょっと若干時間をねあの増やしておりますね。でその内容なんですけれどもこの文章を、ね、ちょっと読みますとこちらの合格に必要な基本知識や重要判例体系的に確実に習得してどのような問題にもね対応できるだけの正確な理解ねまあこのね正確な理解に基づくしの学力を身につけるためのまあ講座になってますね。で 講座の際はね試験対策上理解しておけば、まあ、足りるところと理解した上でね、まあ、記憶、まあ、特にあの最終的に論文試験で答案に書くって形になるとまあ,あのなんか知ってるっていうそのまあなんか分かった気になってるっていうだけでもいざね答案書く段階になって何にも規範が書けませんみたいなあの感じになっちゃうとよくないのでね、まあ、それって趣味の勉強ではとしてはいいんだけど受験対策には全くなってませんので、まあ、そういうふうになんないようにするためにね、えー、そのちゃんと記憶までしておかなければいけないことあの明確にまあ指摘してね、まあ、インプットの授業なんだけどその論文のね きちんとつながるようにあ,のなってますあと同時にその論文で非常に重要なところっていうのはまあ担当試験でもあの同じようにで、えー、出てきますのでね、まあ、そういう意味でこう担当試験のこうね点数の底上げにもこうつながってくると。 いう感じのところですねで、まあ、講義は本当にね本試験の質を踏まえて最近のもう本当に直近の試験も含めて最近の試験教育にこう対応できるだけのね十分深い話をまあしていきますので、まあ、きちんと本気でねちゃんと勉強して本当に合格したいというあの真剣な気持ちのある人にですねこちらの方をあの受講していただければという,ふうに思いますね。ねね今度ね2で矢島の論文完成講座 なんですけれれどもここちらの必修7科目ねこれ 120, 120時間全部で124時間で、まあ、1回で大体4時間ぐらいの講義でやってるんですけどで中身ですけどこれねインプットした基本知識をね、まあ、矢島の促進プト講座等でまあインプットした基本知識を論文試験の事例処理を通じてね、まあ、答案の形で にするのに必要なね、まあ、法的思考能力を習得するためのま講座ですね。まあ、私の方であの解答例作ってね、でちゃんとあの試験交際員の方がちゃんとね望むようなあの答弁というのがどういうものなのかっていうのを徹底的にねまあ、お話をしていって皆さんの方にねそこのところちゃんとあの確実ができるように、えー、その試験講師員に望まれるような答案をねちゃんと皆さんが作れるようなそういう思考能力をこうねあの教えていこうというふうにあの思ってますね。えー、で、あのこのね答弁 に関してはね、やっぱりその法的思考能力ってすごく大事で、なんかこう、論証、例えば論証集とかの規範を丸暗記してね。で、その内容をよく理解しないのに、こう、それらしいものをこう答案に書いて、で、数学の公式になんかあったかも、こう数字を当てはめて、えー、一定の、えー、なんかね、結論を出すみたいな、感じのものって、やっぱりこう、最近の試験って、あんまりこう、そういうの好きじゃなくてね。えー、やっぱりそのちゃんと事案をしっかり分析して、で、その対立利益を適切に考慮できるかどうかって話なんですよね。えー、例えば、まあ、あの刑事訴訟法なんかだと、よくほら、任意捜査の原則なんていうのがあって。 まあ、ある操作がねその任意操作がまあ適用かどうかってことを考えるときに、まあ、その当該操作をする必要性と緊急性を考慮した上で具体的状況のもとに相当と認められる限度で許容されるみたいな、まあ、そういう規範皆さん多分覚えるはずなんですよここからちゃんと勉強を進めていけばね。でその時にまあ要はあのこれがねあのよくない例ですけど例えば、ね、その今のところで必要性緊急性相当性みたいな感じで意味を理解しないままねその3つのキーワードを覚えてそれをあたかもこう数学の公式のかのようにこう答案にこう書いてね規範として書いてそれでカチカチとなんか数字をその公式に 公式に当てはめるような形でこうね一定の答え。 出すって形になななっっちちちゃゃゃううとと対立利益の考慮がちゃんんで,でできてない形になっちゃうんですよね、まあ、実際上その計訴法に限らずまあ憲法も含めて全ての法律科目共通してるんですけど結局その対立利益の利益考慮をするためのツールっていうのがそ,のまあそれがね法規範であってえその今のね必要性緊急性で相当性で,で言うんであればそれっていうのはその当該操作をする必要性と緊急性をねちゃんと本当に具体的にそのきちんと考慮してねえその当該操作本当に具体的に今やってるその操作をする必要性と緊急性を踏まえて ね、でそれに値するようなその対立利益つまりその処分その捜査を受ける人の,、まああの人権制約になりますけどそういったその当該捜査の必要性と緊急性にちょうど、ね、対応したようなバランスの取れたようなその人権侵害までしか許されなくて、ね、でそれを判断するためにやっぱその非侵害利益の,その性質とかその侵害の程度とか、まあ、そういったところを見てでそこのところでバランスが取れているということになるとそれがあの相当という判断になってくるわけですよね。だからそういういことを理解 しないでね必要性、緊急性、相当性みたいな形でカチカチやってもなかなかあの本番の試験ではあこう評価されないので、えー、まあそういうね、えー、きちんと利益考慮能力ですね問題文の中からこう、ね、論問題文の中にこう隠れている、えー、対立利益の発見と、えー、そしてその対立利益を適切にまあ考慮するための法規範ですねこれ各科目、各分野でその法規範というのがやっぱりこう、ね、あ,のあるのでそこはちゃんとあの理解をして、ね、抑えていかないといけないんですけど、まあ、そういうのも含めて、ね、あのお話をねしていこうと思ってますねというわけでこれがあの矢島の論文完成講座ですね。ねそして 今度 ③ です、えー、③ こ,これは直前対策講座矢島のスピードチェック講座ですねこれ必修7科目51時間であのやります、まあ、科目ごとにちょっと時間違うんですけどね、えーこうまあ、一例としてね民法なら11時間とか、まあ、刑法10時間あとその他は大体6時間ぐらいであのやってるんですけどね,でね中身ですけどこれね合格に必要な重要論点や重要判例をね 試験直前期に短時間で効率よく復習するための、まあ、これまさに直前対策講座ということですね。いろいろ何だかんで言って年間通してこう勉強してても、ね、あの最終的に試験の直前期にやっぱり覚えておくべきことは覚えてなかったらまあしょうがないわけでね。本番の試験で問わ、ね、に何も書けない、あと担当試験何も解けないみたいな感じになれかねないので、まあ、そういうふうにならないようにするためにですねその今まで皆さんがコツコツとこう例えば矢島の即習インプット講座等でこう積み上げてきた基本知識を最後試験直前期にこう一気にね あのこう印象に残るようなあの講義をしてえでまあちゃんとその頭の中にこう入れてねでそれで本番の試験にこう臨めるようにするためのあの講座になってますね。というわけでこれ直前対策講座です。そして今度次「丸四に行きます。「04」こちらもあの直前対策講座でねえ矢島の最新学問山手講座ということでこれまあ必修7科目でこれ3.5時間ですねまあ3時間30分。 全7回なんですけども、まあ、こちらは司法試験の最新の論文顧問の分析とね、まあ、直近の論文試験の山当てを、ね、するための講座です。で最新のね、えー、論文学問っていうのは、まあ、最近のね直近の特に、まあ、試験交算委員が受験生に対してどのような答案を求めてるかを理解するのにこれね役立つ最良の道具になりますね。同、えー、同じじ、ね、さっっっっきももちょとと言ったけど同じまあ民法法でもそのやっぱりこうね、えー、司試試験験か予備試験 とあとまあその他の他のこう試験士の民法とではねやっぱりその求められている能力というのがまあ違うので、えー、ちゃんとこの自分の受ける試験に、ね、対応できるようなあの質の,、えーそのねえー、民法。 をまあ踏まえてね、えー、それでちゃんと答案をかけるようにしないといけないんですけれども、まあ、そういうことをきちんと、ね、できるようにあのするための講座になってますね。で特にあの直近の過去問を、ね、利用することによって、まあ、特にこう試験傾向も多少こう変わってくるので試行試験でも予備試験でも多少試験傾向こう変わってくるところがあるので特にまああの試行試験の、ねえー、まあ直近の過去問を使うことによって今の講座員がどういうことを求めているのかという、ね、ところのまあ理解ができる感じになりますね。であのさっっっき言ててますけどど、まあ、試試試験験験とと予備ののほん人が こう兼任して同じ人がやってるのでまあ、司法試験のその質を理解するっていうのはね予備試験の質を理解することにもつながるので、まあ、これはの司法試験の受験生だけじゃなくて予備試験の受験生にもあの役に立つ講座になってますねで司法試験の受験生にはもちろんねあのもう直接的にもう徹底的にあの役に立ちますのでね、まあ、本当におすすめの講座になってます。ででここのののののねねね山山山手手手今今度編れあ最新学問の説明のに山 講義もやるんですけど、まあこれはねすごくこうね、えー、論文試験を取くのにま必要な本当にこう重要なまあ知識のところね、そこをこう多角的にね、えー、ちゃんと分析して、えー、その比較考特にこうね比較考量能力っていうのをそこのところで磨けるような感じでね、えー、きちんとしたこう深い話をねしていくようなあの講座になってますね。でこれもあのあの司法試験のまあ山手ではあるんだけど、あの結局私も司法試験の山張るときにね予備試験のこう傾向を見てるんですよね。まあなぜならあの試験講座員が兼任してる人が多いので結局司法試験の山張る っていうのは予備試験の山張るるところにもがってくんですよね予備試験で例えばこういう問題が出てたからここのところはちょっと翌年の司法試験では出にくいかなとかここのところ予備試験では出てるんだ直近予備試験出てるんだけどすごく大事な論点だからだからまたねこれ司法試験でそのまま立て付けに出る可能性があるとかそんな感じで実はね司法試験の山ではあるんですけど予備試験の山も実績に同時に張ってる感じになるんでねそういった意味で予備試験の受験生にもおすすめで司法試験の受験生にはもう本当にね 直接的に、えー、こう役に立つので、まあそこのところすごくねおすすめになってますね。うん、さて、えー、で今度ね丸五ですけれども。 えー、ここでは、ね、あの担当対策のための,あの講座になりますね、まあ、矢島の担当対策シリーズということで,で、まあ、いくつか、ね、あの用意をしています。要はあの矢島の側集インプット講座って、あの要は担当試験とあの論文試験に共通する、ね、本当にまあ大事な知識を学ぶんですけど、まあ、でもある意味その、本当に担当試験でこうしか出ないような本当に細かい知識っていうのがあって、であれを必ずしもこう矢島の側集インプット講座だけで全部カバーしてるわけではないんですよね。えー、でそこを、ねあのそのえー、カバーするのがこちらの矢島の担当対策シリーズということになりますね。一応あの司法試験と予備 試験とであの担当の科目違いますのでね、まあ、自分の受ける試験に合わせて必要なものをね受講をしていただければという,ふうに思いますね。ね、まあ、例えば司法試験だったらこのたん私の担当対策シリーズで言いますとねこの家族法と憲法統治ということになりますねでこの担当対策シリーズの中でもちょっと下に中をつけておきましたけど憲法統治だけはね あのレックの方で出版販売してますあの完全整理卓一六法の憲法の方を使ってます、あとはそれ以外のものは全部私のオリジナルまテキストを使ってるんですけどね、憲法だけはえちょっとこうね分量が多くて細かい独特のところがあるので、こちらの方う、そういうところに特化したねあのこの完全整理卓一六法の方うのはあを使ってやってますね。あとは予備試験の方はそれ以外の科目のところね。あと特に商商法相続行為手形法 なんかはあの、まあ、担当対策シリーズという枠の中でもあの論文の試験に必要なあのちゃんと重要論点のところ深いあの話をしてますのでねちゃんとこう。あの 法的さ、趣旨から、ね、理解してで規範立ててね多少こうなんかあの初見の問題で事案をひねってきた時でもね対応できるようにねその論点の本質的なところからこうきちんと話をして論文試験にもこう担当試験にはもちろん、ね、なんですけど論文試験にもきちんとこう対応できるような形であの講義をやってますので、まあ、そういう点ではこう心配せずにねあのなんか余計なことを考えずにあのこの担当対策シリーズの方であの勉強していただければいいかなというふうに思いますすね今今度度次のにきまですね。 でこちらは、えー、こちら予備試験向けになるんですけども直前対策講座矢島の法律実務基礎科目ですねでこれはの直前対策講座なんで、まあ、例年です、ね、あの担当試験が終わった後にです、ね、あのこに新しいものを毎年作ってあの配信してまして、まあ、2023年の,あの予備試験、まあ、さっきだと司法試験と一緒にあの、まあ、2ヶ月後ろずれ込むんですよねで法律実務基礎,基礎科目っていうのは、まあ、従前はあの7月の夏、ね、の論文試験にやってましたけどそれ今度2ヶ月。 ずれ込みますので、まあ、それに合わせてちょっと講座の時期もちょっとこうね直前その、えー ずれ込んだ試験の方ににに合わせてて直前にこうやるようなな感じになってます、ねえー、でこれもともと例えば矢島の促進プト講座等であの例えばこのね実務基礎科目で大事なのってやっぱり民法の実態法の理解とか民事訴訟法の理解とかまあ刑法とか刑事訴訟法の理解がそこがまあ基礎になるんですよね。でそういうところに関しては矢島の促進プト講座とか矢島の論文完成講座かなんかであのしっかりとえ学習をしておいて頂いければまあ本当に直前期このね矢島法律実務,実務基礎科目かなり直前期なんですけどまあこちらの方あの受講することによってえ効率よくですねそのえ実務基礎科目を実務 基礎科目の、ね、対策ができるようにあのなってますねだから、まあ、ある意味ここであの実務基礎科目の対策を最後直前期にあのやる前提としてその前にちゃんとしっかり、ね、民法とか民訴法とか刑法とか刑訴法ねそこのところはちゃんと勉強しておいていただければというふうにあの思いますね。えー で、えー、今度ですね。こちら次、えー、選択科目になるんですが、丸7のところになりますね。まあ、司法試験予備試験の選択科目対策ってことでで、私あの労働,労働法をやってますのでね、ねまあ、労働法の方のご提供になります。で、まず括弧1。これ矢島の労働法ってことで、えー、これ32時間あのまあ、前年度はね。24時間なんですけど、まあ、やっぱ最近の試験傾向ね。あの特に、まあ。 ちょっとこう司法試験の過去問今のところあのまだ予備試験のあの選択科目の論文試験があの今日の段階でね今あの収録しているのはですね2022年の5月の下旬なんですけれどもまだ今のところこうね7月のまだこうえ論文試験が始まってないので予備試験の過去問わかんないんですけどねえとりあえずあの司法試験の過去問はもう令和4年のものがあの出てるんですよねでやっぱりちょっと深くなってますねであの 試験行社員がねあの同じなので、予備試験と司法試,試験ね、ね労働法の試験行社員も兼任している人がもうほとんどなんで、まあ、そういう意味ではね多分頭使わせるような問題、予備試験でも出る可能性があります。司法試,試験でも当然ね、ね令和4年の問題で分かるとおり、あとまあ令和3年あたりからも、ね、結構、頭使わせるような問題出てるんですけども、まあ、そういうのに対応するためにはねきちんと深い本当に基本の本質を理解しておかないといけないので、そういう話をちゃんとできるようにするために、ちょっと講義時間を伸ばしてますね。でこ、まあ、こちらの方ねあの本当にこう、えー、もうも ちゃんとねそこのところを1からあの講義を聞いてもらえればね労働法を必ず得意にできるようなもうそれぐらいこうねあの力入れてこれ作ってますのでねまあ,あのぜひね労働法を選択科目をな悩んでる方も含めてあのまあ労働法の方ねこちらの方でちょっと検討していただければ必ず得意科目,科目にねあのしてみせますのでまあぜひ労働法の方であの受験考えていただければというふうに思いますねでおな労働法に関してはこのカッコのところで。 これはの直前対策講座で、ねまあ、矢島の直前対策スピードチェック労働法でこれちょっとまだ時間未定なんですけど、まあ、例年ですね,あの試験のねあの論文試験の直前 にですね、試験の直前に、えー、まあ6時間程度の、ねまあ、年度によっては8時間とかちょっとあのこれ毎年あの企画考えて直前期に一番こう役に立ちそうなものを考えてやってるんですけども、まあ、これもねあの今度時期のね2023年の試験の直前対策講座としてですねあの実施する予定になってますねいろいろこうね直近の過去問、まあ、この時までには司法試験だけじゃなくてあの予備試験の直近の過去問も,も揃ってますのでね、まあ、そういうのを踏まえて、えー、ちょっとこう少しねこういうところが出そうなんじゃないかとか、まあ、そういうのもあの含めてですねあの深い話ができるんじゃないかというふうには っっててまますすねけこれ労働法の直前対策講座になってますそして、えー、とこのあとね、こちら、丸8、これはちょっと矢島ゼミってことで、あのこれちょっと水道橋校でしかあのやってないんですけども、えー、矢島ゼミに関しては、これね、あの、まあのま試験直前期に、なんかちょっとこうね、で1人で勉強してると、なんかへこたれちゃって大変だみたいなね、いろいろこう、えー 自自分一人でこう勉強するのが自信ないよみたいなあの人がね、まあ、私と一緒に当番私も一緒にあの受験生と一緒に当番書くのでまあちょっとこうね刺激を受けたいっていう人にあの向けてこれやってますね。でちなみにまあ,あのねゼミに出られない人の方が圧倒的にもちろんこの世の中はまあ多いわけなんですけどまあ別にあの。 ゼミに出ないでもね私の,あの今までご紹介した講座をうまく利用することによってあの十分合格できますのでね、えーまああのまあ、各自のねその可処、まあ、分時間とかその勉強にかけられる時間とかあの費用とかってあの違うと思いますので、まあ、自分のなんかいろいろねその状況に応じたようなあの受験対策を考えていただければというふうに思っておりますね。えー、というわけで、えー、今回ね私の、まあ、講座案内以上になりますね。まあ、あとはねあの、まあ、どんな講座を取ろうが取る前が結局受かるか分かんないかというのはもう皆さんがちゃんと勉強するかどうかというところにあのかかってますので。 是非、まあ、ねあの合格目指してね、まあ、合格したらいろいろ好きなことができるようになりますので、えーまあ、ちょっとこうモチベーションを上げてですねあのしっかりと勉強していっていただければというふうに思いますね。じゃあそういう感じでね今回の講座案内終わりにいたします。どううもごご清聴ありがとうございました